オーナー様テキサス州に、はい物件をご購入ということですが、そもそもアメリカ不動産購入のきっかけを教えてください。はい、はい、もうかれこれ3年ぐらい前になると思うんですけども、いわゆる、節税対策の一環としてアメリカ不動産の、購入にちょっと興味を持ったのがきっかけでして、でその際にオープンハウスさんのセミナーを受講させていただいて、まあ、内容の方のちょっと理解を深めていたんですけども、ちょうどその翌年ぐらいにいわゆるこう節税の法令改正が出てしまって、もともとご提案いただいてたその焼却方法が取れなそうだというふうになったので、ちょっと一旦一時期諦めたんですけども、その後ねまた新しい、手法でというご提案をいただいて、で、ただそれがね最終的にちょっと法的にどうなんだっていう不安もちょっとあったので、少し期間を見させていただいて、でその後、買う方向になった時に、オープンハウスの営業マンの方々からいいご提案をちょっといただいたので、じゃあそれで行こうというふうにちょっと決心をして、昨年ですかね、お願いをして物件を見つかるのを待って購入に至ったという感じですかね。はい、新しい手法といいますと、はい、いわゆるコストアグリゲーションという、いわゆるねその原価償却の、イノベーションした部分の原価償却という方法で、よくそういう方法が思いつくなというふうにちょっと感心はしたんですけども、そういう方法をやってたっていうところに少し逆にオープンハウスさんの安心感みたいなのがあってですね、ちょっと信頼できるかなという判断に至ったって経緯ですね。はい、コストアグリゲーションのことをどうしようかなと思うときに、オープンハウスとの、から連絡があったということですね。その辺りはいかがですか。そうですね、ちょうどですね、いろいろこう何年も前から知っていて悩んでいたんですけども、本当にこう、ある資金のちょっと調達ができたことが確定したときに、どうしてもアメリカ不動産をやろうというふうに決意に至ったんですけども、本当にそのタイミングよくですね、思って本当1日2日ぐらい後ぐらいにご連絡をいただいて、これも何か のあれかなというのをちょっと感じてですね、積極的にやらせていただいたという形になってますね。はい、その営業担当とは初めてだった。そうですね、多分、以前にもだからセミナーに来た時には別の担当者の方がいらしていて、ご連絡は何度かいただいていたんですが、先日先ほど話した節税対策の法令改正があったりとかした関係もあって、ちょっと少し時間が空いてしまったんですけど、たまたまその古い名簿かなんかをその、ね、今回のご担当した伊藤さんが見つけてくれたんだと思うんですけども、ご連絡いただいたって感じですね。はい、じゃあいい形で背中を押してもらったって、ね、そうですね、はい、本当にタイミングも良くて、すごく若いんですけども、ご提案していただける内容ですとか、いくつか自分でやっぱり安い投資ではないので、不安な材料とかもたくさんあったんですけど、そこについても結構建設的にご回答いただいたりですとか、親切丁寧に資料を起こしていただいたりしていただいてたので、逆に営業としてはすごく信頼が受けるなというふうな印象を受けましたね。不安材料とおっしゃいましたけど、どんなところが不安でした？そうですね、本当に例えばですね、空室問題ですとか、アメリカなんでね、ハリケーンだとか災害の件、それから本当にその、その土地の価格自体が上がり続けられるのかとかですね、そういうようなことやっぱり何でも、いくつかご質問させていただいて、それ全てに対してこうこうこうですというご回答をいただいてたので、はい、特に最終的に買おうと思った時にはあんまり不安はなかったですね。はい、やっぱりこう見えないだけに、そうですね、はい、実際にはね、Google Earth では一応チェックはしましたけども、はい、オーナー様以前はアメリカで生活されたことがあるそうですが、それはいつ頃？そうですね、もうかれこれ16、7年前になるんですけども、当時サンフランシスコ のサンノゼっていう街でですね、いわゆる IT ベンチャーで働いていたことがあったので、比較的こうあまりなんですかね、アメリカに対して変なイメージは持っていなくて、逆に当時の友人ともたくさんできたので、すごく逆にいいイメージを持っていましたね、アメリカに対しては、はい、そういう意味ではそのアメリカ不動産を
のオーナーになられたっていうのはやっぱり感慨深いものが、はい、そうですね、あの非常になんとなく、うん、まあ、あのそういうきっかけになった、まあ、いくつかの人生のターニングポイントになった時には、まあ、そういうものがあるのかなってちょっと逆に思うこともありますね、はい、ぜひ見に行きたいですね。あ、そうですね、あのコロナが終わったらあのぜひあの友人もたくさん向こうにはいるので、はい、一度見学がてらあの回ってこれるといいなと思ってます、はい。まだご購入されてまだ間がないので、はい、まあ、あのこれからだとは思うんですけれども、うん、今お気持ちとしてはどうですか？そうですね、はい、あの逆にその、まあ、今の円安とかもあるので、まあ、逆にあのいい時に買ったのかなっていう、まあ、逆にねあの思うこともありますし、まあ、ちょっとね、何か大きな不安があるわけではないんですけども、まあ、逆に楽しみがあると、そんな感じですかね、はい。あ、でも本当にいいタイミングで買う。そうですね、はい。出口についてはどのようなことを考えますか？そうですね、一応あの、計画では6年間のに、EXIT するという計画を立てていて、まあ、いわゆるこの、物価土地の価格の上昇率みたいなところで試算はさせていただいていて、まあ、そうですね、あのまた6年後もしねなんかあの、まあ、その時代であのキャピタルゲインが取れるんであればまたはそれでまた別のっていうお話もあるかもしれませんが、まあ、ちょっとそこはあのその時になってみないと判断難しいんですけど、まあ、楽しみにしています。ご購入に対してご家族の反応は？ですね、あの全く相談してないです事後報告？もう事後報告ですね、はい。あのまあ、息子も2人いるんですけど、まあ、2人とももうあの、社会人で、まあ、都内で住んでるんですけど2人とも、まああのまあ、逆に、そうですね、買った後ですかね、いや実はアメリカで家を買ったっていう話を、まあ、あのたまたま家族で食事してる時に言ったら何それみたいな感じだったんですけども、まあ、別になんかそれであの自分のやってることに対してはあの比較的なんですかね、まあ、あの不安には思っているようには見えないので、まあ、信じてもらえてるかなと思ってますけど、はい。これからあのアメリカ不動産、うん、興味はあるんだけれども今一歩踏み出せないって方も多いと思うんですけれども、はい、そういう方に向けて、はい、そうですね、はい、まあのまあ、自分が、ね、まだ、ね、間もないので、具体的にこういう結果でしたっていうことがお示しできないんですけども、まあ、あの私ね、いわゆるこう、まあまあ、本当にバランスのいいポートフォリオをしていくっていうのはいわゆる今のね、あの中では絶対必要な不可欠なあのものだと思うので、まあ、ぜひね、あの一つそういう投資案件としては考えていただけるのは、まあ、おすすめはできるかなと思いますね。まあ、ちょっと結果が自分がまだ出てないのでわからないんですけど、はい。